次は新潮先生に聞けの後半、こちらの方は72件しかねコメントがないので、皆様ね、この動画にコメントぜひしてください。ケイさん、新潮先生に会った頃の身長165なのに中3で175になった、ありがとう新潮先生ってことで、パチパチパチ、おめでとうございますね。これからもね身長伸ばしていきましょう。はい、次ですね、813、寝る前にアルギニンを取ると成長ホルモン分泌されて身長が伸びると聞いたんですが本当ですかってことですね。こちらもですね、過去にですね、まあ、サプリメントで身長伸びるかってところでアルギニンに関して深掘りでお話はしたんですけども、もう一度復習していきましょう。アルギニンは純必須アミノ酸って呼ばれるような物質になります。アミノ酸っていうね、タンパク質の元になるような物質になって、その中で純必須ってことから重要なアミノ酸であると言われています。成長期のね子供には比較的欠乏しやすいなんて言われたりもしているので、そういった意味だとね、アルギニンを摂取するのは一つですし、アルギニンをね摂取すると短期的になんですけども成長ホルモンがね分泌されるというのが有名な話になります。ただし長期的にずっとアルギニンをね摂取したことによって成長ホルモンが増えるというようなデータがあるわけではないため、小児内分泌学会からはあまり効果がないんじゃないかなというコメントが出ています。ただしね、タンパク質の摂取が多ければ多いほどある程度身長でプラスとか、そういったねいろんな背景を考えると悪いものでないことは事実だと思いますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね、 B さん、この間眼科の先生に視力低下がそろそろ終わると言われたんですが身長伸びと関係ありますか。難しいな、視力低下がそろそろ終わるってどういうことだろうな。今回は関係ないというふうに思います。次、 R さん、バスケか空手を息子に習わそうかと検討しています。6歳から空手をやらせることは身長が伸びにくくなりますか。空手をやって身長が伸びにくくなるというようなことはないと思うので、別に全然やっていただいていいと思いますし、バスケはね身長の王道なスポーツなので、ぜひねそちらも検討していただいていいと思います。あとやっぱ怪我しないことがすごく大事なので、怪我だけ十分ご注意いただいて、あとはねスポーツ習慣がつくかどうかは、やっぱお子さんがそのスポーツを好きかどうかだと思うので、そこも大事なポイントになってくると思います。次、 N さん、骨盤のレントゲンで急激な伸びはないと言われましたが、まだ伸びると言われました。母は高校入ってから3センチほど伸びたと言っています。あと何センチ伸びるでしょうかってことですね。骨盤を取っても確かにですね、リッサー分類があって、その中でその先生がおそらくですね、早熟度合い、晩熟度合いっていうのを検討していただいたんだと思うんですけども、まだ伸びるってことなんで、まだ伸びるんでしょう。ただちょっと私も実際拝見しないと、なんとも言えないですね。私の場合、ほとんどの場合は手で撮影して検討します。稀にね、骨盤も合わせて検討することがあるんですけども、骨盤だけで判定することは私はありません。はい、次ですよ。Y さん。以前、病院に行った時にレントゲンを取ったのですが、手の骨は軟骨がないのに対して、足の骨は軟骨と骨端節が開いていました。上半身と下半身の骨年齢の差は最大でどれくらいありますか？ちなみにレントゲンを内分泌疾患専門の病院で取り、手の骨年齢は18歳と言われましたってことですね。かなり専門性の高い病院だと思うので、骨年齢が手の年齢18歳はおそらく正しいと思います。それに対して、足の骨の軟骨、骨端節のことだと思うんだけど、開いていたってことなんだけども、ちょっとなんとも言えないんだけども、私の方とちょっと矛盾するかなというような印象になります。普通はある程度一致するはずです。はい、次ですね。じゃあ最後のね、質問にしようかな。韓国語で書いたのちょっと何て読むか分かりません。最終身長予測お願いします。ここで、現在中学校3年生の女子です。思春期症状は小6で出始めました。11歳6ヶ月から14歳6ヶ月のね、データをいただいております。ちなみにということで、母親150センチの父親182センチということで、こちらもね、いつも通り成長シートを使ってね、検討していきたいと思います。この表ね、成長シート欲しい人は LINE でね、チャンネル登録スクショ送ってくれば、同じ表をお渡ししますので、ぜひ参考にしてください。で、こうやって見てみると、今の身長ですね、14歳6ヶ月から、平均的にね、身長伸びた場合、この表でいくと、真下に降りた数字が平均的に得られる最終身長ですので、この子の場合ですと 158.7 になります。それに対して、遺伝身長159なので、そういった意味でほとんど遺伝身長に向かってらっしゃる。で、さらに、過去のデータ、4年間のデータでこうやって当てはめてみると、最終身長に近づいているこの時期に右に向かっているということは、晩熟傾向がおそらく強いというふうに推定されますね。そういった意味でもね、158.7 よりもちょっと右に行く。159、もしかしたら160いけるかもと表現ができるかもしれません。それに対して、思春期症状ってことで12歳程度だとすると、そこはあんまりそんなに早熟でも晩熟でもないっていう表現かな。そういった意味だと、ほとんど平均的に伸びていくってところは推定されるんじゃないかなと思いますので、今日の時点での私のですね、最終予測はズバリ158.7というふうに予想しますけど、いかがでしょうか。はい、今日もですね、こんな感じですね、身長に関する、ね、質問にバシバシ答えていきました。皆さんね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひコメント欄も記載お願いします。29でね、答えていきますので、ね、ぜひよろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。毛の生える時期をですね、ちょっと共有していきたいと思います。早熟生まれつきである程度決まっているのですか？基本的には、幼児用のメラトニンサプリは身長のみに影響ありますでしょうか？